ニコラス・ヒースは、アメリカ合衆国カンザス州、ギアリーグンジャンクション式出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加所属。2016年の MLB ドラフト16巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。 62試合に出場して打率、291、2本塁打、28打点、36盗塁を記録した。2017年は、ルーキー級アリゾナリーグロイヤルズ、A 級レキシントンレジェンズ、A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、3チーム合計で66試合に出場して打率、253、1本塁打、16打点、25盗塁を記録した。 2018年は、AQ ウィルミントンと AAQ、ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレイし、2チーム合計で90試合に出場して打率。274、日本塁が27打点、39盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグのサプライズサグアロスでもプレイした。2019年は、AQ ノースウエストアーカンソーとトリプル AQ、オマハストームチェイサーズでプレイし、 二チーム合計で105試合に出場して打率。255、8本塁打、36打点、60盗塁を記録した。シーズン後に40人枠に登録された。2020年7月30日にメジャーデビューを果たした。2021年4月14日に DF となった。2021年4月17日に、 エドワルド・ヘレイラとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。5月14日にアズドル・バルカブレラの10日間の故障者リスト入りに伴いメジャーに昇格した。7月10日にディエフェとなり、14日にマイナー契約で参加のトリプル A 級リノ A シズへ配属された。母親のキンバリー・ミレソンはカンザス州立大学で陸上選手として活躍し、 オリンピックのアメリカ代表選考会にも参加した。2020年6月にヒースの母校のノースウェスタン州立大学はニックヒース奨学金を創設。毎年5歳から13歳までの野球をしている子供3人が対象となり、大学主催の野球キャンプへの参加費が賄われる。また、ヒース自身も対象者にバットとグラブを寄付することを発表している。ありがとうございます。